こんにちは。今日はね、ちょっとまたハットを購入してきましたので、そちらの開封と着用のレビューをしていきたいと思います。動画でもちょこちょこね話してるんですけど、先月このステッドソンのウィペットを買って、気に入ってね、まあ動画の中でも着用してますし、まあ、普段もねかなりの頻度で着用してたので、先月はね黒とグレーを買ったんですけど、ちょっとやっぱカラーパターンを増やしたいなと思いまして、まあベージュか、カーキ寄りのカラーがちょっと欲しいなと思ってきて、まあ、現行で出てるもので、ちょっと友人にもいろいろ聞いたりしたんですけど、自分のサイズでベージュのものが1点だけ残ってるっていうので慌てて購入しました。じゃあね、早速も開けていきたいと思います。はい、今日もねステッドソンのハットになります。箱は前回のとちょっと違いますね。この、ウィペットのこの復刻のモデルはまあ特別な化粧箱に入ってて、でもう一つの方は150年ってね、150周年の、記念のエンブレムかなんか入ってたので、それとも少し違う箱になります。ただまあブラックのね、このいつものステッドソンの箱になります。はい、今日はですねこちらのベージュのステッドソンのステッドソニアンという方のハットになります。まあ、ちょっと大まかな雰囲気で言うと、このウィペットとかなり近い形かなと思うんですよ。太めのリボンと、ツバのパイピングで、このまあ今オープンクラウンでね、ここから形をつけていくんですけど、僕が前回買ったこのリプロのウィペットと比べると、特徴で言うとね、このクラウンが少しこう垂直に上がってから丸くなっていくような、こっちはどちらかというともう少しね傾斜がついたようなシェイプされたところから形をつけていくものなんですけど、なので形をつけた後ももう少し、僕の持ってるウィペットよりはここにね角が立つような形に作るんじゃないかなと思うんですけど、まあね綺麗な素材だし、形もねかっこいいですね。やっぱり中のねライニングの感じはこんな感じです。これを買いに行った時は最初からね、グレーは買うの決まってたんですよ。グレーは欲しくて、でもう一個は茶系のものとグレーと2つ買おうかなと思ってたんですけど、まあその展示会でね友達がいてたんですけど、グレーと、まあ、ベージュとかの使い分けだとどっちかに偏るんじゃないって言われて、確かにそうだなと思って黒とグレーにしたんですけど、それでもやっぱりねこうベージュが欲しくなってきてしまって、どうしても我慢できず、購入してしまいました。じゃあちょっとねまた緊張感高まるんですけど、形をねつけていきたいと思います。まあこれ一回失敗しても別にね戻せないわけじゃないので、ある程度癖がついてくるまでは試行錯誤しながらっていう感じにはなるんですけど、なんでこのウィペットも最初に動画で紹介してからは、癖もだいぶね、馴染んできて、頭の形にもフィットしてきたかなっていう感じです。では早速、ちょっとずつ慣れてきましたけどね、でもやっぱり何回もすることじゃないので少しこう緊張感はありますね。前回は初めてだったんでね、
最初のこう型を入れる時も結構ビビりながらソフトにやってたんですけど、まあ実際自分がこう被ってみてなんとなくこう自分の好きな形とかある程度把握できてきたかなと思うので、もう初回からね結構思い切って型をつけていこうと思います。ちょっと一回テストで被ってみました。僕はサイズをですね、もう一つ小さい方がジャストなんですけど、一個大きいのを買って、で中にスポンジを入れて着用しようかなと思ってて、これはまあもともとこうハット好きの方とかからはあんまりこうねいい着用の仕方とかサイズの選び方ではないってね、思われると思うんですけど、自分のこう頭の大きさで、ここをねしっかり潰して着用しようと思った時に、中がねパンパンすぎるとうまくこう潰れなくてですね、なので、気持ち緩めのサイズで購入しております。でこっちのねウィベットと比べると、先ほども言ったように少しこう角がね高い位置で出てくるような形になると思います。こうかなりクラウンの高い帽子なのでね、すごいこう特徴的なシルエットになるんじゃないかなと思ってます。でここから一回被ってもうちょっと調整していこうと思います。気持ちゆったりで買ってる分、ここのね傾斜をしっかりつけて、フロントのクラウンに向かってね高さをグッとこう出すような形でつけています。なんでまあ外国人のね頭の小さい人とかだとそんなに問題ないかもしれないですけど、日本人なんか特にこう鉢が張ってたりとか、ここからが結構ね大きかったりするので、僕もそういう形なのでそういうところを計算したら自分の中では気持ち大きめでグッとここがね潰せる方がいいかなと思って、ちょっとまあおすすめのサイズ選びではないですけど、僕は気持ちだけ大きく買っています。はい、ちょっと大まかな形をつけて着用しております。まあ、この雰囲気でいこうかなと思います。まあ、やっぱり自分が実際被ったらわかるんですけど、このウィペットとも少しねこう形も違いますし、まあよりこうヴィンテージ要素というかそういう雰囲気のある形かなと思います。まあなんかこうヴィンテージ市場だとこうね、セット層もかなりこう高いんですけど、まあウィベットとかスタートライナーとか、まあそういう主要のモデルもそうですし、このステッドソニアンがヴィンテージで見つかれば、大きめのサイズとか日本人が配慮のサイズが出てくればめちゃくちゃ高いらしいです。僕はあんまりこうヴィンテージ詳しくないので、その辺をねちゃんと見たことはないんですけど、まあもしこういうハマり方をしていけばなんかね、いずれはヴィンテージのものとかっていう感じもなってくるかもしれないですけど、まあそこは慌てず自分がちゃんとこう着用して、そういう雰囲気にしていければいいかなと思ってます。まあこっちのウィペットもね、このパイピングとかがもうちょっと日焼けとかしてくればもう少しこういい雰囲気のねカラーリングになってくるんじゃないかなと思ってるので、まあ着用してまだそんなに経ってないですから、自分の中でもこうハマった歴史でいうと浅いので、ここからねどんどんこういろんなコーディネートとかに合わせたりとか、まあ少し今回形の違うものを買いましたので、使い分けて楽しんでいこうと思います。ちょっと前買ったウィペット、これブラックのものですね。これはオープンクラウンじゃなくてもプレスで形がつけてあって、のり付けもかなりびっちりしてるものなので形は変えれないんですけど、この2つはまあオープンクラウンから、自分から形を作っていくもので、どうですかね、やっぱりこう、まあ、説明聞いて思ったのもそうなんですけど、実際に被るとよりこうクラウンの形の差がわかるなと思って、なんで僕はまあ前回こっちを買ったのは、まあ少しでもこう頭の先に向かってシェイプがあった方がまだちょっとでも頭ちっちゃく見えるかなと思ってこっちを買ったんですけど、でもなんかこのステッドソンのこの辺りのハットのこう特徴っぽい、シルエットというかは、まあこういう形の方がより感じれるのかもなと思って、ちょっと今回チャレンジをしてみたんですけど、まあ今までも、ビーバーとかが混ざってるような、
高級なねハットはあまり買ってこなかったので、ベージュのハットとかはね買ったことがあるんですけど、やっぱりこう色の見え方とか素材も相まってちょっとねやっぱり違うなとは思います。まあ単純にこうこっち買ってこんだけ被るんだったらもっと取れるだろうと思って買ったんですけど、なんかまたウィベットと違う楽しみ方をしていこうかなと思います。なんでこう合わせたい雰囲気がまたちょっと変わるかもしれないですね。頭の見え方が変わると全体的なシルエットも僕は変わると思ってるので、なんかそういうのに合わせていろいろこう変えていけれたらなと思います。本日はこちらのステッドソンのステッドソニアンという形のハットを紹介させていただきました。今日もありがとうございました。